ロシア軍、東部ハルキウで、40キロ後退、米高官、無気力という言葉がぴったりだ。ウクライナの、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、自国に、侵攻しているロシア軍が2日、南部オデッサ、の、学生寮にミサイル攻撃を行い、14歳の少年が、死亡したと明らかにした。ロ軍は、米欧による、武器供与の妨害に、不審しているとみられ、4月30日にも、オデーサの空港を標的とした、ロシア国防省も、オデーサの軍用空港の物流施設を、精密ミサイルで攻撃し、トルコ製の軍用無人機、ドローン、DB2、や、米欧の武器が保管されている、格納庫を、破壊した、と発表した。一方、ロ軍が、全域制圧を目指す、東部ドンバス、地方、ドネツク、ルハンスク領州の戦況に関し、米国防総省の高官は、2日、記者団に、ロ軍は、この数日間で、最小限の進展しかなかった、と指摘した。東部の主要都市ハルキウ、ハリコフ、周辺では、約40キロ東の地点への、後退を余儀なくされた、との分析を明らかにした。同高官は、指揮系統の乱れや、兵士の士気低下を、主な苦戦の要因として挙げ、無気力という言葉がぴったりだ、との見解を示した。ロ軍は、ウクライナ軍の防御網を、突破するため、各地で激しい砲撃を続けている。ルハンスク州知事は、2日、ロ軍が、無差別な破壊を一段と強化する、との、見通しを示した。